こが今話題の体験型テーマパークね。実際に来てみると圧巻だね。石畳にレンガ造りの家、大きな噴水、西洋の街並みを丸ごと再現しているんですね。厳密にはヨーロッパではなく、あくまでもファンタジーの世界をコンセプトにしているらしいです。パーク内がいくつかのエリアに分かれてて、それぞれ違った街並みを再現してるんだって。そうなのね。あら、あそこにいる人、頭に猫の耳みたいなものがついているけれど、あれはキャストの方だと思います。キャストの方がファンタジー世界の住人を演じているようです。あ、私もさっき見かけたよ。トカゲの尻尾がついてる人もいた。パークも見ました。なんか本当にファンタジー世界に来ちゃった感じしますよね。それわかる。なんていうか、物語の主人公になったような気分っていうか、散歩してるだけでワクワクしちゃうな。あそこにあるのはレストランでしょうか。どんな料理が出てくるか楽しみですね。ローストされたドラゴンとか出てきちゃったらどうする。絶対噛み切れなさそうじゃない。そうしたら、あの建物で参加手続きをしているようなので、皆さん行きましょう。え？参加手続き？何それ。あのね、それはなんていうか。あこちゃん、もしかしてみんなに説明終わってないの？どういうことかしら。あこ、ちゃんと説明をしなさい。これはですね、ごめんなさい、実は。つまりは、このテーマパークでアコたちがやっているゲームとのコラボイベントがある、そういうことかしら。そうです。そのイベントに参加したらゲーム内で使えるレア装備が手に入る感じで。なるほど、アコはその装備が欲しいってわけだ。そうなんだ、コラボ限定のレア装備なんだけど、超強力なアビリティがついてて。アコ、そういうことは先に説明して欲しかったわ。ごめんなさい、本当ちゃんと言うつもりだったんです。でも盛り上がってるみんなを見てたら、言い出すタイミングわかんなくなっちゃって。すみません、私てっきり説明は終わっているのかと。本当にごめんなさい。いやいや、別にそんな謝ることないんじゃん。そのイベント楽しそうだし、みんなで参加してみようよ。いそうねー。ユキナもサヨもいいよね。そうね、ここまで来てしまったのだから、このまま帰るわけにもいかないでしょ。私もミナトさんの意見に賛成です。本当にユキナさん、サヨさん、ありがとう。ダダ、ん、どうしたのリンコ。そのイベントというのがすごく難しいみたいで。内でいろんなミッションをクリアしていくらしいんだけど、一つでも失敗しちゃうと最初からやり直しになっちゃうんだって。なるほど、それはかなりハードな条件ですね。あとね、クリアするミッションっていうのも毎日違ってるから、クリアした人からもヒントとかもらえないらしいんだ。うわ、めちゃくちゃ難しそうじゃん。コラボ装備をつけてる人、ゲーム内でもあまり見ないです。なんかそんなこと言われたら、がぜん燃えてきちゃったね、ユキナ。そうね、私たちは今までいくつもの越えられない壁を越えてきたわ。このイベントだって私たちなら乗り越えられるはず。行くわね。
白金さんも行きましょう。限定装備が待っています。氷川さん、本当は欲しいんですか？よし、みんな頑張ろう。